メディアを再生する、丹江、銃本編、字幕なし、丹江銃らと共に苦楽を共にする。ある時は、故郷から届いたリンバーガーチーズを、ドイツ側の残酷に投げ込んで強行に陥らせ、またある時は敵陣への突撃の際にたった一人で13人の、ドイツ将兵を、包囲して、捕虜とした。やがてチャーリーは、戦友と共に危険な石膏任務に志願して、敵の勢力地域内へ潜入する。 戦友は運悪く、ドイツ兵に見つかって銃殺されそうになるが、木に化けていたチャーリーが助けに入って、ドイツ兵を翻弄する。ドイツ兵の追跡を逃れるさなか、チャーリーは荒廃した自宅に佇むフランス娘を、助けて、一緒に一軒の家屋に逃げ込む。そこに、戦線視察中のドイツ皇帝一行が到着。チャーリーは助けた、フランス娘や、 再び捕まって連行されてきた戦友と図って、ドイツ兵に化け、ドイツ皇帝一行をそっくり捕虜として、味方の根拠地に連行、味方に大いに称賛された。しかし、西部戦線での出来事は全てチャーリーが見た夢であり、チャーリーは戦友たちに叩き起こされて目を覚ますのであった。交際も参照、犬の生活の編集作業を終えたチャップリンは、 作業終了翌日の1918年4月1日から政府の肝入りで名優ダグラス・フェアバンクス及びメアリー・ピック・フォードらと戦争協力を叫んで自由交際募集ツアーのためアメリカ各地を遊説し5月上旬にハリウッドに戻ったところで1915年にアメリカの世論が沸騰したルシタニア合撃鎮事件があったにもかかわらず 第一次世界大戦の実情はアメリカ国民にはなかなか伝わらず、特に西海岸はのんびりムードそのものであり、赤十字基金募集のパーティーに借り出されたチャップリンの隣に座りたいがために2万ドルを赤十字に寄付した女性もいた。アメリカが大戦に参戦した1917年頃から、アメリカ国民はようやく大戦の実情を理解し始めるようになった。その前年、 1916年頃から対戦に関連した一つの動きが少しずつ作動するようになっていた。チャップリンが兵役のガレを行っていることに対する批判運動であった。そもそも対戦真っただ中の1916年2月26日にミューチュアル社と契約を結んだ際、交戦状態が続く間は軍事動員の危険があるからイギリスに戻ってはいけないという趣旨の文言が入って、 いたのだが、これが攻撃の種となった。攻撃する新聞の論説の中には、兵役についたチャップリンは、軍隊の人気者になるだろうし、前線に出動しなくても、後方で兵士を楽しませればいいと、遠回しの表現ながら、チャップリンに兵役につくよう促すものもあった。これに対しチャップリンは明確な反戦主義者ではあったが、自分が、すでに徴兵の登録を行っており、 招集命令が下ったら進んで任務を果たす準備ができていると反論する。イギリス大使館もチャップリンが現に戦時交際を大量に購入していることで国家に十分尽くしているとして擁護した。それでも攻撃は収まらず、矛先はイフケイシドニーにも向けられて年齢詐称により兵役を逃れていると批判するようになった。シドニーは徴兵委員会で年齢を詐称していないという。 証明を行う羽めとなり、最終的には、チャップリン自身も徴兵検査に赴いたが、体重不足により不合格となった。徴兵検査に不合格となった報道が出て、批判は一応は収まったがに見えたが、その後数年間は白い羽と批判の匿名の手紙が、チャップリンのもとに送られ続けられた。白い羽は、臆病者を意味する印であった。 一連の批判はチャップリンの心を深く傷つける結果となった。それに追い打ちをかけるようにアメリカが大戦に参戦した1917年には保守派を中心に再び批判運動が再燃する。チャップリンとビルヘルム2世を組ませた風刺画も数多く登場し、チャップリンのマネジメントも担当していたシドニーとコモン弁護士のネイサンバーカンは絶大な人気を誇っていたチャップリンが 愛国的ではないという理由で人気者の座から失墜させられることを恐れていた。1916年以来の攻撃がチャップリンに対戦への協力活動を消極的にさせた要因であったかはともかく同じく批判の対象となったシドニーが消極的なチャップリンの態度に神経質になっており、バーガンと交わした書簡にはその対象に苦慮した跡が伺える。こういった チャップリン側の動きを見透かすかのように、うちの愛国的活動に参加すると批判が抑えられますよと話を持ちかける団体が後を立たなかった。チャップリンはシドニーを深く信頼しており、シドニーとバーガンの説得を受け入れた末に1918年に入って、ようやく自由交際募集ツアーに加わることを決心した。なお、自由交際募集ツアー自体はこれまでに2度行われており、 チャップリンがフェアバンクスやピックフォードらと組んで参加したのは第3次のツアーである。チャップリンが戦争を題材にした新作の構想を開始するのは自由交際募集ツアーから戻った直後と考えてよく、構想周辺に明かしたところ、こんな時に戦争を笑いのにするのは危険だなと忠告する者もいた。しかし、反抗精神の延長戦場として、 悲劇が帰って笑いの精神を刺激してくれると公言するチャップリンの信念は変わらなかった。5月の下旬に入り、新作にカムフラージュと仮のタイトルが付けられ制作が開始された。当初は五感者として構想され、第1部に家庭生活と題されたチャーリーの家庭生活と徴兵検査のシーン。第二部に戦争と題する訓練キャンプと前線でのシーン。そして第三部に ドイツ皇帝を生け取りにしたチャーリーをヨーロッパの君主が称えるシーン、祝宴の構成が想定されていた。結末は当初からフレッドカーの劇団時代に出演した芝居の一つである恐れ知らずのジミーからキーストン社時代のアルコール戦制限史時代の巻、エッサネー社時代のチャップリンの掃除版の系譜に連なる夢落ちの形態をとっていた。 撮影スケジュールはストーリーが概ね固まっていたため、ストーリーの順序に沿って組まれた。6月中は家庭生活の撮影に専念し、3人の子役が起用された。作中に妻は画面に登場せず、食器を投げつけるシーンでのみ、その存在が暗示されるというものであった。続いて撮影された長兵検査のシーンには、カーノー劇団時代に関わったパントマイム劇を持ち出した。 影絵芝居が登場する。ところが、およそ1ヶ月かけて撮影された、家庭生活は最終的に破棄されることとなり、徴兵検査のシーンは1983年に、イギリスのテムズテレビジョンが制作した、ドキュメンタリー番組アンノーンチャプリンにおいて、初めて公開された。7月から8月14日までは、戦争の撮影に入り、7月11日に、 マリードレスラーがスタジオを訪問する。風で気が散るという理由で山外でのロケーションをあまり好んでいなかったチャップリンであるが、檻からの猛暑の中、ロサンゼルス近郊ビバリーヒルズの丘陵地帯と、ウィルシャーブルワード及びシャーマンウォークスの森林地帯で、木に化けたチャーリーのシークエンスが撮影される。木に化けたチャーリーが、森の中をヘンリー・バーグマン演じる太ったドイツ軍軍曹に追われる。 画面の背景にハイウェイを走る自動車が映っている。撮影が行われたアメリカではすでにハイウェイが建設されていたが、ドイツで最初のハイウェイ、アブスが完成したのは1921年のことである。また、シャーマンオークスでのロケでは土管を発見し、ここにチャーリーが入り込んで逃げ、グンソ像が土管に引っかかって抜けなくなり、 トム・ウィルソン演じる愚のを持ったドイツ兵が土管を壊すギャグが考案された。実はこの土管は現役でロケ班は本当に壊したこととなったが地元水道局がどう対応したのかは不明である。8月14日に荒廃したパーバイアンス演じるフランス娘の自宅でフランス娘と出会うシーンが撮影された後、撮影スケジュールに遅れが出ていたものの8月15日から22日までは 交際の撮影のため制作は一時中断。交際の完成後に制作を再開し、9月16日に編集を含めた一連の作業が終了。作品のタイトルも仮のカムフラージを捨てて、正式にタンエジュと命名された。なお、祝宴のシーンは撮影されることなく、早々に破棄された。タンエジュが完成した時点で心身ともに疲労困憊していたチャップリンは事故を失って、 笑いの限りを尽くして干渉したフェアバンクスはただ一言、この男をどう思うあれをゴミ箱にぶち込みたいんだってさ。と述べて、タンへ銃を評価した。対戦終結1ヶ月前に封切られたタンへ銃は、それまでに公開されたチャップリン映画の中で、商業的に最も成功し、批評家やマスコミからも高い評価を得た。また、新しい喜劇映画のジャンルを打ち立てた。 当時としては画期的な作品でもあった。それまで映画では戦争は真面目なテーマとしてのみ扱われてきたが、喜劇映画の題材として戦争が取り上げられたのは本作が最初であると考えられている。もっともパーバイアンスはハリウッドのアイリスシアターで単へ銃を鑑賞した際、観客の入りが今一つであったことをチャップリンに手紙で伝えている。またパーバイアンスは手紙の中で チャーリーにだけ小包みが届かないシーンでは自分も含めて観客が感極まっていたことも伝え自分の意見としては残豪でドイツ兵に手を差し伸べるシーンは海外では受け入れられないのではないかとも述べているチャップリンは戦争を単純に喜劇化したわけではなかった戦場のチャーリーはとにかく孤独でありただ一人郵便物が来ず他の兵士の手紙を盗み読みするシーケンスに 多くの対戦経験者が涙したと伝えられる。チャップリン研究家の王野博之は、当時の戦争映画で、ここまで、あからさまに兵士の孤独や悲しみを描いた例はなく、戦意を高揚させるものではなかったと論じている。単位中を鑑賞した、対戦経験者の心の中での評価については、チャップリンの伝記を表した、映画史屋のデイビッド・ロビンソンも、 そして象徴的なことに、実際の戦闘を体験した人々こそが、単10の進化を本当により理解した観客であった。と論じている。初公開からおよそ40年後の1959年、チャップリンは、他のファーストナショナルでの2作品、犬の生活及び、偽牧師と共に、単10の再編集を行い、再編集された3作品は、チャップリンレビューとして公開された。 この再編集版はチャップリンにより音楽とナレーション、そして冒頭には実際の戦争のフィルムが付け加えられており、原稿版はこの1959年版である。なお、単へ銃では犬の生活及び偽牧師と違ってオリジナルのタイトルバックがそのまま残されている。タイトルバックでは下から手が伸びてサインを押し銃を撃つ真似事をしているが手はチャップリン自身であり、 ミューチュアル社時代にチャップリン映画の偽物が多く出回った対策としてチャップリン自らがタイトルバックにサインをして作品が本物のチャップリン映画であることを証明したことと関係している。なお、チャップリンは左利きであるがタイトルバックでのサインは右手で書いている。1914年制作、2010年発見の泥棒を捕まえる人を含む、1971年に 映画研究家のアスプランドが制定したチャップリンのフィルモグラフィーの整理システムでは65作目。ただしチャーリーが敵陣や敵機を小銃で狙撃して残酷の胸壁にスコアを書く場面がある。そもそもチャップリン映画自体に死にはほとんど出てこず、独裁者での防弾直起の実験で死ぬ教授、ライムライトのラストで亡くなるチャップリン自身が演じたカルベロなど数える程度である。 本職はチャップリンスタジオにおける第2カメラ担当ありがとうございます。